おはようございます。今回のエピソードでは家族について理解する大切さについて言語化していきます。皆さんは自分の家族のストーリー、物語、歴史についてどれだけ知っているでしょうか？家族の中でも兄弟とかであると、まあ一緒に過ごしてきた時間も長いので、イメージしやすいかなと思うんですが、その父親とか母親、あと祖父母とかになってくると、あまりこう幼少期どんな生き方をしてきたのかってわからないことも多いんじゃないかなと思います。実はある調査で家族のこと、家族の歴史についてよく理解している人は自尊心が高いという調査結果が出ているんですね。で、調査内容としては家族の歴史に対する理解度を調べるテストを小学生にしたんですね。で、祖父母の育った場所を知っているかとか、どんな子供だったか、両親はどこで育ってどんな子供だったか、そして自分が生まれた時、あなたの生まれた時の瞬間はどうだったか、こういったことを聞いていくという調査をしました。その理解度がある子については自信を持っていやすく、自己肯定感が高い傾向にあるという結果が出たんですね。で、これって大人も一緒なんですよね。生き別れになった親と再会する番組とかってあると思うんですが、その方の話を聞いていると、その会う前まではずっと喪失感みたいなものを抱えながら生きているんですね。ところが親に実際に会ってみて、人間性や、まあ、考え方、思いみたいなところに触れると、その中身の良し悪しに関わらず、心のピースが埋まっていくというか、ちょっとこう満たされた雰囲気になるような、そんな印象があるかなと思うんですが、まさにこれって自分の親とかルーツについて知ることによって、こう自分の、こう、自分自身のこう人生を肯定できる、まあそういったところにつながるのかなと思います。で、これについては私自身も体験しています。エピソードの92で父親とのやりとりについて話しているんですが、その久々に父親と会ったことでずっと欠けていたピースが埋まったような感じがしたんですね。で、こちらが求めていた回答とか、やりとりではない部分も多かったんですけど、まあそれでもすごく満たされた感じがありました。ちょっと余談として、なぜ今回その家族のトピックについて扱おうとしているかと言いますと、今日はですね、私の誕生日なんですね。なので、生まれとか生まれた環境について考えるにはいい機会だなと思いましたので、このトピックにしました。まあ、誕生日なので、お祝いのコメントもお待ちしておりますね。ということで話を戻すと、今回は大きく3つのトピックですかね。1つ目は家族について知る大切さ。2つ目は私の家族についての言語化にちょっとお付き合いいただきたいなと思っています。で、3つ目は言語化した上での感想について語っていきたいと思っております。今回の内容がおすすめな方は対話を生業としている方ですかね。自分の家族の状態が整っていた方が安定した基盤でコーチングとかカウンセリングセラピーみたいなものがこうできたりします。家族関係が安定していない時にクライアントさんから家族のテーマが来たりすると、ちょっとこう心が落ち着かない状況になりやすいです。もうそういう意味でも対話を生業とされている方は結構重要なトピックになるかなと思います。あとは人生の厚みを増やしていきたい人とか、家族仲をより良くしていきたい人とか、ちょっと改善したいところがある、まあそういった方におすすめの内容になるかなと思っております。ですから今回の内容としては主にこう私の自分語りみたいなところがメインにはなるんですが、皆さんも自分の親はどうかな、自分の祖父母はどうだったかなみたいにこう頭を巡らせながら、一緒に付き合っていただけるとより良い時間になるかなと思います。ということで、このコーチングラジオは毎週木曜日の朝7時半から Apple Podcast、Spotify、YouTube、Amazon Music、Amazon Audible で配信しております。今日も皆さんと一緒に日常のあらゆる瞬間にコーチングの視点を取り入れて、より良いライフスタイルやキャリアを築くヒントを探求していきます。パーソナリティはコーチング付けの日々を送る私、大阪屋です。では早速トピックに入っていきます。一つ目、家族について知る大切さについて。大きく三つですね。一つ目は、社会的な調和。家族って最初のチームであり、最小のチームでもあるかと思います。この一番最初に出会ったチームでのこう理解とかこう関係性ができていると、社会に出た時にもあらゆるコミュニティにおいてこう理解を深めたりとか関係を作りやすくなる可能性があります。
まあ、そういった意味でこう社会的な調和が一つ目です。二つ目はアイデンティティを育てるというところにつながります。家族の歴史、文化、価値観とかはこう我々の価値観とか生き方にも影響を与えるんですね。ですからこう自分の理解、自分の家族を理解することは自己認識を高めますし、アイデンティティを育むことにも役立ちます。三つ目はこう信頼関係の構築ですね。誰しも自分のこと知ってもらいたいとか理解してもらいたい、分かってもらいたいと思っていると思うんですね。少なくとも私はそうです。ですから家族とかで互いに自分のことを分かっているとか相手のことを知っているという状況が生まれると安心感が生まれるんですね。いざとなった時に相談できる相手がいるのといないのとだとなんかだいぶ差ってあると思うんですよね。できれば何も知らない人よりはある程度こう理解してくれる人とか知ってくれている人の方が話が早いケースとかってあったりすると思うんですよね。まあそういう時のこうお守りじゃないですけど、まあそういうこう信頼関係を築いておくことができるということです。一つ目のトピックの家族について知る大切さについてでした。で、その前提も踏まえつつ私の家族について言語化していきたいと思います。ただ家族全員について喋り続けていたとしたら多分5時間とか6時間ぐらいかかっちゃうので、まあ、人を減らして内容を減らして、まあ、ポイントだけ絞ってお話ししていければなと思っています。まず家族構成としては最小単位としては妻と娘がおります。で、少し広げると両親と兄と弟、さらに広げると父方の祖父母、そして母方の祖父母、あとひいばあちゃんとかひいじいちゃんとかになってきますよね。今回は私の両親と祖父母についてお話ししていきたいと思います。一応私事の狙いがあるとすると、娘が大きくなった時に家族の歴史を知る記録の一つにもしてほしいなというところがありまして、なんか私とか妻の話であれば別に自分らに聞けばすぐわかる話ですし、私の兄弟に関してもまあ娘からするとおじさんなので聞こうと思えば聞けると、そういう意味で知る機会の少ないであろう私の両親とか祖父母についてはすごくこう有益かなと思いますので、そこにフォーカスしてお話ししていきます。まずは私の両親の故郷について、両親の故郷であり私の生まれた場所でもありますし、私が生まれて初めて見た光景でもあるんですが、それは秋田県の男鹿半島という場所になります。なまはげで有名な場所ですね。近代的なものはほとんど何もなく、まあ、大自然ですね。まあ、ある意味都会にないものは全てあると言っても過言ではないかなと思います。青々とした山もありますし、力強く波が打ち付けてくる日本海もありますし、まあ、川もたくさんあります。で、見渡す限りの田んぼがあって、そういう時期になると黄金色に輝く田んぼが見れたりします。で、秋田県のその男鹿半島って人工物があまりないので、どこに行っても自然を感じるんですね。草の匂いとか土の匂いをこう常に感じます。で、夏になるとたくさん虫が飛んでいて、冬になると本当にこう雪降ると一面雪、雪原っていうんですかね、が広がって足跡一つない、こう雪景色が見れるという、まあそういう幻想的な土地でもありますね。まあそんな土地で両親は生まれたと。で、3歳ぐらいの時に私と、まあ、両親は千葉に越してきているので、まあ兄も含めてですけどね、ほぼほぼ記憶にはないんですが、毎年夏と冬の休みになると1ヶ月ぐらいずつ帰省していましたね。で、両親について、まあ、具体の話をしていきたいんですが、項目としては経歴っていうんですかね、まあ、経歴と生い立ちと苦手なこと、得意なこと、それぞれのこうエピソードも添えて語っていきたいと思います。まず経歴は高校を1ヶ月で中退しているので中卒になりますね。で、15、6歳から秋田を出て、まあ、都内に来て働き始めたと。で、仕事はトラックの運転手とか工事現場のお仕事をしていました。で、資格は15、6個ぐらい持っていた気がしますね。なんかこう危険物の取り扱いだのなんだのみたいな、ちょっと小難しい資格持っていましたね。で、見た目はなんかこう、まあ言い方あれですけど、ザ・トラックの運転手みたいな感じで、こわもてでしたね。
なんか言葉より先に原骨飛んでくるみたいな、そういうタイプでしたね。生い立ちとしては、父の両親は共働きでいろんな県を回りながらなんか出稼ぎをしていたみたいで、まあ工事系の仕事をしていたみたいなんですけど、まあそれでほぼ家にいなかったらしいんですよね。ですからこう両親から直接育てられたわけではなくて、祖父母に育てられていたそうです。私からするとひいじいちゃんひいばあちゃんですね。でそれもあってか、父親は自分のお父さんとは 1、2回ぐらいしか喋っていなかったそうなんですね。で目を合わせて会話した記憶すらないと。なので口数の少ないお父さんだったみたいですね。でその父親のお父さんも早くに亡くなっちゃっているので、私が生まれる頃にはもう亡くなっていたという、そういう状況でしたね。なのでこう私が直接話を聞くこともなかったですし、父親もそういう、全然会話したこともなかったので、全然こうよくわからない人だったと言っていたので、まあ、結果その父方のおじいちゃんのことは全くわからないという、そういうことがわかったという状況にあります。今は父親の苦手なこととしては、まずお酒ですね。お酒本当に弱くて、本当にこう晩酌とかも全然しないタイプなんですけど、なんかたまにこう人に誘われて飲んだりすると本当に泥酔して、もうグタってなっているような印象がありますね。まあ、そんな姿もあんまり見せたくないというか、見せたがらないタイプなので、本当にこう 1、2回ぐらいしか見たことないですけどね。まあ、お酒がとにかく苦手というか弱いと。なんか意外ですよね。なんかトラックの運転手さんとか、なんかちょっと強そうなイメージありますけど、むちゃくちゃ弱いっていう。で苦手なことの2つ目は写真を撮られることですね。なんかちょっとどっかの部族みたいな、なんかそういう感覚を持ち合わせているのか、なんか写真を撮られるとなんか必ず心霊写真っぽい感じになるから撮られたくないと、なんか寿命が減ってる感じがするということで、写真撮られたくないというのを昔から言っていましたね。ちょっと変わった人なんですけど。だから一昔前の、いや二昔ぐらい前ですかね、写真撮られるとなんか魂抜かれるみたいな、なんかそういう感覚に近いのかなっていう気はしますけどね。あと苦手なこと3つ目は待ち時間ですね。本当に待てないタイプでしたね。なんか飲食店とかで並んでいると、もうすぐにこう別の店に移るみたいな、なんかそういうタイプでしたね。得意なこととしてはものづくりでした。なんか私がその母親に買ってもらったサンダーバードっていう、なんていうんですかね、なんとか戦隊みたいな、そういう種類で、なんかサンダーバードっていうものがこう昔流行ってたんですけど、そのサンダーバードの1号、なんかロケットみたいな形したものがもうどうしても欲しくて母親に買ってもらったんですよね。買ってもらったものはいいものの、その出来合いのものが入ってると思ったら、プラモデルって作れなかったんですよね。で、作れないって泣いていたと。で、そのままその日寝て、翌朝起きたらテーブルに組み立てられたサンダーバードが置いてあったんですね。しかもプラモデルなので、カラーはなんかグレー一色とかだったんですよね。で、主要な部分だけシールを貼れるようになっていたと。なんか先端だけ赤いシール貼れるとか、まあそういうものになっていたと。でもシールは貼らずに、すべての部分をスプレーで着色してあったんですよね。だから本当にちゃんとした作りになっていたと。なので、わ、世界で一つだけのサンダーバードができたということで、兄ちゃんと自分も大喜びしたという、なんかそんな体験があったんですね。で、これ何があったかというと、夜な夜な帰ってきた父親が、父親に対して母親が、勇気と、まあお兄ちゃんがプラモデル作れなかったと泣いていたっていうことをこう話したみたいなんですよね。そしたら父親が睡眠時間を削ってそーっと作っておいてくれたみたいなんですね。しかも本来のクオリティよりもさらに高いクオリティで作ってくれたと。なんかそれ本当に嬉しかったですね。なんかこれに近い体験はいろいろありましたね。世の中には売っていないんだけど、こういうフィギュアが欲しいみたいな話をすると、手作りで作ってくれるっていうのが本当によくありましたね。なんか粘土買ってきて、なんかコネコネして、なんかスプレーで着色して、みたいなことを してましたね。FF、ファイナルファンタジー7のクラウドっていうキャラクターがいるんですけど、それの精巧な人形を作ってくれたりとかしていましたね。なので、こう、得意なことの一つ目はものづくりですね。で、三つあるんですけど、二つ目は決断することですね。我々兄弟が生まれるタイミングでタバコを一切やめたんですね。子供の教育というか、こう健康面で良くないからという理由で。
だからこうそういったことはこういろいろ考えてくれて必要だと思ったらしっかり決断してやりきるということができる人だったなという印象があります。まあだったなっていうかまあ生きてるんですけどね。あとは必要であればなんか勉強して資格取るみたいなこともよくしていましたね。まあそういう意味でこう決断すること、やると決めたことをやりきること。まあそういったところは得意だったかなと。で、三つ目は意見をはっきり言うことですね。これも兄ちゃんと自分絡みの話なんですが、小学1年生ぐらいの時ですかね。なんかロックマンの人形にハマっていたんですよね。で、そのロックマンのこう人形をガチャポンでこう買いに行ったら、なんか3回連続同じキャラクターが出たんですよね。で、すごいこう2人で悲しい思いをして帰ってきたんですね。で、そのことを父親に話すと、それどこの店で買ったんだということをこう聞いてきてですね。じゃあ行くぞっていうことで、車に乗せられて連れてかれて、プラモデル屋さんの目の前にあるガチャガチャだったんですけど、そのプラモデル屋に行って、その店主の方、店主の方もちょっとこわもての方だったんですけど、はっきり、同じものしか入ってないんだけど、こう詐欺じゃないの?みたいなことをなんかこう言ってですね、そしたら、すいません、みたいな向こうも謝って、お好きなものと買いますよ、みたいなこと言ってくれたんですよね。そのガチャガチャの機械を開けて自分の欲しいものと交換させてもらうみたいな、なんかそんな体験をしたりしましたね。多分普通だったら変えてくれないんですけど、多分見た目が怖いから、なんか黒いカラスも白くなるじゃないですけど、なんかそういうところもあったんじゃないかなと思います。なのでこう自分がおかしいって思ったりとか、なんかこれは不当だよねって思ったことに対してははっきり物言いをするタイプでしたね。まあこれぐらいいっかっていうのは一切ないタイプでしたね。ちゃんと言うっていう、そういうタイプでしたね。まあ、そういったところはすごく得意な人だったなという印象がありますね。続いて母親についてはですね、経歴としては父親とは対照的に秋田県で一番学力の高い高校を出ていたそうです。まあ出ていましたね。これ両親あるあるだと思うんですけど、だいたい昔はモテたみたいなことを言う。親って多いと思うんですけど、うちの母親も例に漏れず、私は信じられないぐらいモテてたみたいなことを言っていましたね。で、それで自分がいかに綺麗だったかを写真で見せてきたことがありましたね。でもなんかこう、私からすると、なんか顔というか髪型にこう、目がいっちゃったんですね。なんか当時、聖子ちゃんカットみたいなの多分流行ってたっぽいんですけど、それがこう自分からするとなんかちょっと怒られそうなんですけど、ブロッコリーヘアみたいな、ブロッコリーみたいな形に見えたんですよね。髪くるくるしてる感じが。で、私はこの世の食べ物の中でブロッコリーが一番嫌いなので、なんかちょっとこう綺麗とは思えなかったんですよね。まあでもだからといって汚いとも思わなかったですけどね。というそういう自分で自分のことを褒めちゃうような母親でしたね。で、高校の卒業後は、旅館で働いていて、そこでいろんな職業とか役職の人と話す機会がたくさんあったと。で、いろんな人と話す中で、パッと見はピシッとしていて、ちゃんとしている雰囲気の人たちだけど、お酒を飲むとキャラが変わるというところに触れて、その人の、なんかプライベートな側面っていうんですかね。私はよく言うのが B 面とかって言ったりするんですけど、その人の B 面について話を聞いたり見たりするのがすごく面白かった、楽しかった。そういう体験がたくさんあったそうですね。ただ、その父親と結婚して千葉に越してきてからはミストのパートをやっていましたね。ミスタードーナツですね。で、それをやりつつ、知り合いに頼まれてスナックでバイトをし始めたそうなんですが、そしてそしたらこう働き始めたら旅館で働いていた時の楽しい思い出を思い出したそうなんですね。で、それでこの仕事もっとしたいなと思い始めて、自分で貯金をして自分の店を開業したという、そういう人ですね、うちの母親は。で、生い立ちとしては4人兄弟の末っ子で、祖父が自分の事業をやっていた影響で最初はなんか裕福だったらしいんですよね、家が。でも母親が生まれる頃に、じいちゃんが、私からするとじいちゃんが大借金をして貧困生活に転落したそうです。なので、その母親が生まれてから以降は、そのぐらいのタイミングからは本当に貧しい生活をしながら生きていたらしいですね。なので、いつもお姉ちゃんのお下がりばっかを着させられていたそうで、ずっと不満が溜まっていたということを言っていましたね。で、母の苦手なことは、まず蛇ですね、蛇。蛇がテレビに出てたりすると、なんかキャーって叫んで、もう本当に怒りながら、チャンネル変えてよって言って、叫んでくるような感じでしたね。それぐらい蛇が苦手だと。
あと一度にいろんなことをやることも苦手ですね。何かに夢中になっていると全然話聞いてないなということが、まあ、未だにしょっちゅうありますね。あとじっとしていることですね。何かしていないとダメなタイプっていうんですかね。コロナ禍とかも本当にこう休業して家でゆっくりしていればいいものの、せっかくだから大学行こうということで大学で勉強していたりなんかもしましたね。で、得意なこととしては人目を気にしない行動ですかね。高校生の時、汽車が出発するギリギリの、まあ朝の通学のですね、汽車が出発するギリギリの時間まで髪の毛をセットしていたらしいんですね。ブロッコリーヘアに。で、いつも出発時間に間に合わなくって、もうすでに出発した汽車を走って追いかけて飛び乗るみたいなことを毎日のようにやっていたそうです。なんか今考えると、なんか想像がちょっとしにくいんですよね。なんか女子高生が電車を全力で走って追いかけて乗り込んでる光景とか想像したら結構やばいなって思うんですけど、まあそういったことを母はやっていたと。あと小学生の頃、からかってくる男の子の手を握ってへし折ろうとして泣かしたみたいなエピソードも聞いたりなんかしましたね。あとは小学校の時の作文で、ばあちゃんに書いてもらったりなんかもしていたそうです。そのばあちゃんの使う言葉が古すぎて、なんか先生にバレちゃったみたいですけどね。蝶々を見て綺麗だったって書こうとしたけど、そのばあちゃんが蝶々のことをテフテフって書いたらしいんですよね。なんかテフテフってなんだみたいになるんですけど。それでうちの母も、テフテフって何って言ったら、いや、蝶々のことだからもうこれでいいんだということで押し切られたみたいで、持ってったら、ま、すぐにこうバレたと。なんか昔の言い方なんですかね、テフテフって。まあそういうこう細かいことをあんま気にしないというか、人目あんま気にしないようなタイプっていうところはすごく、まあ得意というか、まあそういう性質があるなと思いますね。二つ目はよく喋ることですね。実家にたまに帰ると本当にこうトップスピードで喋ってくるんですよね。リビングのドアが開く直前からも喋り始めてるみたいな。なんか顔が見える前からなんか喋ってるんですよね。で、これに関しては、私もそうですし、うちの兄弟もそうですね。兄も弟もそうですね。よく喋るタイプなので、実家で兄弟と母親が揃うと本当にマイクの取り合いじゃないですけど、まあ、我こそがという状況でマイクリレーになることが多いですね。家族の誰かが喋っていてもお構いなしに被った状態で同時にこう 2,3 人喋ってるみたいなことは本当にありますね。よくありますね。で、二つ目がよく喋る、まあ得意なことがよく喋ることですね。で、三つ目はよく聞くことですね。それこそやっぱりこうスナックとかラウンジみたいな仕事もそうですし、旅館の仕事とかもまさに聞く仕事だと思うんですね。で、かつそのただ話を聞くことだけではなくて、物事の本質を捉えようとするという、そういう側面もあるような印象がありますね。なんか全く違う業界の話をしていても理解するのが早かったりとか、まあ、ちゃんとこう質問してきたりするんですよね。マーケティングとか心理学、脳科学の話とかしたりしても、こう、すごく通じる印象がありますね。なので、本当にこう、相手の話を理解しようって思っていたりとか、まあ、これまでいろんな人のいろんな話を聞いてきているから、こう、まあ、イメージがしやすいのかもしれないですね。こう、ストックが溜まっていって。ということで、うちの母親について話してみました。なんか本当にこう、両親のことをただただ話しているだけなんですけど、これ成立してるんですかね。まあなんか誕生日だから、まあいいですかね。なんか自分の喋りたいことひたすら喋る感じでも。なんか本当聞いてくださっている方がいるとすると、本当にこう、寄り添っていただいてありがとうございます。じゃあ続いて祖父母も行きましょうかね。父方の方は情報少ないので、母方だけちょっと行こうかなと思います。あとなんかこう今の時点で結構時間喋っているので、やっぱちょっとサクッとさらっと目に行きたいと思います。まず祖父から行きますね。じいさんですね。生い立ちはまあ一緒ですね。秋田県の男鹿半島になります。で、戦争の時代に生まれました。で、10歳になる前にお父さんと兄弟を戦争で亡くしているんですね。で、お母さんも病気で亡くしています。なので両親がいない状況で、お母さんの妹に育てられたという、そういう幼少期を過ごしたそうです。私視点の、じいさんの印象としては、優しくて口数が少ないおじいさんという印象でした。でも、その亡くなってから数々の聞き込みをしたことによって分かったことは、すごく豪快な人物だったということが明らかになりました。とにかく大酒飲みで、夜中に帰ってきては、その仕事仲間と帰ってきては、
寝ているばあさんに対してお酒持ってこいってなんか無理やり起こしてお酒持ってこさせていたみたいですね。本当にひどいなと思うんですけどね。でなんかただうちのばあちゃんもですね、仕方ないんだからみたいにこう笑いながらお酒を出していたそうですね。なんかこうそういうところが好きだったんじゃないかなっていう感じは話をまあ客観的に聞いていて受けましたし、この話はこううちの母から聞いたんですけど、まあそうだったんだろうなっていうことも母親も言っていましたね。あとはじいさんは自分で事業をやっていたんですよね。なんかその市というか、まあ村なのか町なのか、まあそういったところからこう仕事を受けて、なんかこう芝の張り替えとか、なんか山のなんかメンテナンスみたいな、なんかそういうお仕事をしていたそうですね。で、なんかそこそこ儲かっていたのか、自宅に馬も2頭飼っていて、なんかバイクもあって、なんか革ジャン着てバイク乗っていたそうですね。あとその地域、エリアにおいては車の免許を取得するのもその界隈で一番早かったらしいですね。だからそこそこ新しいものに興味があるし、それなりにこう稼ぎもあって、まあ行動力もあると。ただですね、そのある時共同経営者にお金を持ち逃げされてしまったみたいで、それで廃業してしまったそうなんですね。で、廃業に伴ってやっぱりお金とかもかかってくるので、なんか大借金をして貧乏生活に入っていくと、そういう流れになっているみたいです。で、私が生まれたタイミングぐらいで、そのこれまでの豪快さと引き換えに、その糖尿病になって、なんか、まあ、いろんな病気が併発しちゃったんですかね。それでお医者さんから、生きて孫の成長を見たかったらお酒をやめなさいっていうふうにこう、キレられたそうなんですよね。やっぱりこう、なんですかね、こう、地方ならではなんですかね、こう、距離が近いお医者さんだったから、本当に説教されたみたいですね。で、それから1歳の断酒をして、豪快さも影を潜めるというところになり、でずっと農家のお仕事をされていましたね。で、私とじいさんとのエピソードで言うと、口数は少ないけど、なんかすごく優しかった印象がありますね。甘やかしてくれるというか、自分が今とかでゴロゴロしていたりすると、よく背中をポンポンしてくれていたりもしましたし、暇そうにしていると、山とか海とか、あと畑、田んぼなんかにも連れて行ってくれたりしましたね。あとなんかこう、すごく器用なじいさんだったので、小屋を自分で作ったりもしていましたね。それをなんかたまに手伝ったり、まあ手伝ったりって言ってもちょっと木材運ぶぐらいですけどね。そういったこともやっていましたね。あとじいさんが周りの親戚とか、まあうちの母親の兄弟とかによく言っていたことが、勇気は、私のことですね。勇気は自分の小さい頃にそっくりだよということをよく言っていたそうなんですね。なんかこう誇らしげに言っていたそうですね。後々、まあ亡くなった後なんですけど、そういうことを話していたというのを私も聞いて、それで私自身も誇らしい気持ちになりましたね。あ、あのじいさんと、なんか同じ、なんか血をこう受け継いでるんだなと思うと、なんかすごく嬉しい気持ちになりましたね。なんか昔の VHS 映像とか見てみると、2、3歳の自分がじいさんの膝に上に乗っかって、なんかこう頭撫でられてる映像とかもあるので、なんか本当にそうだったんだろうなっていう気もしています。あ、そうだったっていうのは、じいさんがこう自分のことをなんか小さい頃の自分に似ているなというふうにこう思っていたという、まあそういうことですね。で、ばあさんの方も行くと、生い立ちは一緒ですね。秋田県の男鹿半島で。確か10人だか11、12ぐらいいる兄弟の末っ子として生まれたと。なので母親がもう結構年も離れていたというか、まあ長女とか長男も相当年が離れていたみたいで、両親ではなくて兄弟に育てられたという、まあそういう記憶が多くあるそうです。むしろ親に育てられた、まあ両親に育てられたっていう記憶はあんまりなかったそうですね。ちょっと距離があるというか。うちのばあさんの特徴を3つ挙げるとすると、まず1つ目はとにかくよく喋る。まあこれ母親とも一緒なんですよね。もうとにかくよく喋るんですよね。あとなんか、こう、ただ喋るだけじゃなくって、ストーリーテリングが非常にうまいんですね。怖い話とか、まあ、戦時中のね、時代を生きた人なので、戦争の話とかもたくさんしてくれるんですね。で、その話とか本当に引き込まれるんですよね。なので、おばあちゃんから聞いた話をこう今思い出そうとすると、すべて情景が浮かぶし、感情も湧き上がってくるんですね。多分、話の細かい描写、その情景を細かく語っているからだと思うんですよね。その時見えたもの、聞こえたもの、感じたもの、
頭の中で考えていたこと、周りとどんなことを会話したか、そういったことをこうすべて詰め込みながら、かつ身振り手振りとか抑揚をつけて喋ってくるんですよね。なのでこう時代が違えば落語家とか講談師とか、もうそういった仕事が向いていたんじゃないかなって思うぐらい話が上手なばあさんでしたね。なんかちょっとこう今パッと浮かんだやつで言うと、夏になると必ず海にまつわる怖い話をしてきたんですよね。必ずなんですよね。でこれ今思えば、海で私とか兄が無茶をして沖の方に行かないようにわざとそういうこうストーリーを伝えてきたんじゃないかなっていう気がしましたね。で実際本当に怖がって海は奥の方には行かず浅瀬だけで遊んでいたりなんかもしました。ということで、とにかくよく喋るし、ストーリーテリングがうまいと、まあ、ストーリーテラーだなって私は思っています、ばあさんのことを。で二つ目はおだて上手なんですよね。自分のやったことを大体肯定してくれると、勇気の取ってきた野菜は美味しいな、勇気の傾いは上手な、そういうこちらが何の気なしにやったこととかでもすぐにこう拾って褒めてくれるような、おだててくるようなばあさんでしたね。でこっちもなんか褒められたりすると気持ちいいじゃないですか。でそれでなんかこう気持ちよくなって、その気になってなんか何回もこう肩揉みしたりとか、なんか野菜取ってこようかみたいな、こう自主的に動いたりとか、なんかそういうことをこうやっていましたね。だからばあさんの手の上で動かされていた感じがしますね。で3つ目はですね、ご飯がとにかくうまいというところですかね。全部私好みの味なんですよね。まあ私のために作ってるわけじゃないと思うんですけど、まあ、個人的にはいろんな料理の中で一番好きですね。うちのばあさんが作ってくれた料理は。で特に好きだったのは鮭おにぎりと味噌汁と茄子味噌ですね。今思い出しても、てか今喋ってても、うわ、食べたいなーって思いますね。特に鮭おにぎりとかも最高なんですよね。コンビニで売ってる、今売ってる大きいサイズのおにぎりってあると思うんですけど、あれぐらいのサイズのおにぎりをこう作ってくれるんですね。で、その鮭もこう別でこう焼き目をつけて、まあこう焼いて、そこからこうほぐして、まあ、おにぎりを握ると。で、まず具の量がかなり多くなっているので、まずそこにテンション上がると。で、それを出すわけではなくて、一回握ったものを、なんか表面に醤油を塗って、なんかオーブンとかですかね、グリルとかですかね、なんかそういったものでこう焼いてくれて、ちょっとこんがりしてるんですよね。焼き目がついているというか。でそれをこうアルミホイルに包んでくれて、保温された状態でこうくれるという、しかもなんか海苔もなんかすごい美味しかったんですよね。あれなんかなんでしょうね、こうスーパーとかで売ってる海苔なのかな、なんかちょっとなんか変にしなしなっとしてって、乾燥してない感じとかが逆になんかこうプロっぽさを感じる海苔だったんですけど、まあそれも含めてすごい美味しかったですね。あと味噌汁も最高でしたね。味噌自体もまず手作りしていたので、まあ手作りしたものが全て美味しいかというと、まあそういうわけではないと思うんですけど、その今まで食べたものの、味噌汁の中で一番美味しいと感じましたね。だから、ばあさん家に帰ると、あの味噌汁作ってって毎回言ってましたね。で、毎日のように味噌汁出してくれって言って、でばあさんもやっぱ甘やかしてくれるので、毎日その味噌汁ばっか出てきてましたね。で味噌汁どうしても作りたいと思って、いろんな味噌を買ってきて試したんですけど、同じ味にとか近くさえならないんですよね。でさらに悲しいことに、うちの母親とか母親の兄弟たちはその味噌汁のレシピを聞いていないんですよね。ばあさんも亡くなっちゃってるんでね。なのでなんでこうぽっくり行く前にレシピを聞いてくれなかったんだというふうにこうすごく憤りを感じていますし、実家帰るたびに、実家で味噌汁出されるたびに、ああばあちゃんの味噌汁飲みたいなっていうふうにこう言っていたりしますね。わかんないんだからしょうがないじゃんとかってよく言われたりするんですけどね。ですから私が自宅で味噌汁を作るときにはいつも味を思い出すんですよね。必ずよぎるんですよね。いや、誰かこううちのばあさんのレシピを知っている方がいらっしゃったら、ぜひお便りで送ってきていただけたら嬉しいです。ということで祖父母について話してきました。ちょっと割愛はしてしまったんですけど、やっぱりこう戦争の時代を生きた方というか、まあ祖父母だったので、やっぱり戦争の話とかはすごくよく聞きましたね。なんか本当にこうその米軍の戦闘機が飛んでくるというタイミングでは防空壕に隠れたりした時もあるし、
なんか夜中になんかこう電気つけていたりすると危ないから、夜はこうろうそく一本でこう光が漏れないようになんか生活していた時期もあったとか、まあ、食べ物がこう十分に食べれなかったとか、なんかそういう話とかもすごくしてくれていましたね。あとそうだ、なんかこう今話しててふと思い出したのが、うちのばあさんは毎朝4時とかに起きていたんですよね。で、起きて何をしていたかというと、もちろんこう家の掃除とか、まあ、ご飯の準備とかもしていたんですけど、なんかその前に仏壇ですかねに向かって、あれなんだろう、神棚ですかね、ちょっとその辺明るくはないんですが、その神棚に向かって朝5時とかに手を合わせてなんかお祈りをしていたんですよね。まあお祈りっていうとちょっと大げさですけど、なんか勇気がこう幸せで健康でいられますようにっていうふうに手をこうスリスリ合わせながら、やっていましたね。で、母親に対しても、母親の兄弟に対しても、でそれぞれのこう孫に対しても、こう一人一人名前を挙げながらなんか手を合わせていましたね。朝本当にもう15分とか20分ぐらい毎日欠かさずやっていましたね。だからこう私がいる時、だからその祖父母宅に帰っている時、帰っていない時に関わらず、毎日欠かさず神棚に手を合わせていましたね。なんかそれは本当にこうありがたかったですよね。なんか一番最初に見た時はなんか怖いって思ったんですけど、あ、なんかやってるって、なんか見えない何かと喋ってんのかなと思って、ちょっとこう霊的な怖さをちょっと感じちゃった、時もあったんですけど、まあよくよくこう、まあ聞き耳を立ててみると、まあ勇気がこう健康でいられますようにということでこう言ってくれていたので、ありがたいなという気持ちになったりしましたね。まあ、特になんかこう信仰深い人だったかというと、まあそういうわけではないんですけど、まあそういったことをしてくれていましたね。ということで、ここまで言語化してきた感想も少しシェアさせていただくと、やっぱり改めて言葉にしてみると、なんかすごく前向きな気持ちになりましたし、なんかそういう前向きな気持ちで今溢れている感覚があります。この両親とか、この祖父母があって、今の自分があるんだろうなと。で、共通するところもあるし、自分の特有のものもあるなぁと感じますね。で、ただこう全部自分の気質にこう、まあ、類似する部分があるというか、全く自分の中にないものっていうのもないなっていう感じがしますね。なんかよく喋るし、よく聞くし、物語を語るとか読むのも好きだし、で会社を辞めて旅したりとか、自分で事業をやっているところもそうですし、なんかやると決めたらやりきろうという姿勢とかも、なんかこうそれぞれのこう親から受け継いだもの、祖父母たちから受け継いだもので自分がこう成り立っているんだなということを実感すると、なんかすごくこう後ろ盾がいるような状態で今の自分があるんだなと感じられて、なんかこう誇らしい気持ちにもなりましたね。で、普段生い立ちについて語るときって、なんかどれだけハードな家庭だったかということにフォーカスして語ることが多いんですね。それはなんか自分がコーチングをやるに至ったなんか背景とか原体験として大きな影響を与えているからですね。ただそのことに関して家族のネガティブな側面ばかり語っているようで、ちょっとこう後ろめたさっていうんですかね、もうなんか少なからずあったんですよね。だけど今回はプラスの側面について主に触れて語っているので、なんかこう自分自身のこともそうなんですけど、家族のこともなんかより一層肯定できた感じがして、なんかすごくこうそこも含めて前向きな気持ちになりましたね。で、最後ザクッとまとめると、私もその家族について知ることは自分の自尊心を高めるとか、自分の自己肯定感につながるということを知るまでは、その知ろうということもあんましてこなかったんですよね。ただなんかこう自分のこう自己肯定感高めるとか、自尊心を高めていくとか、まあ、娘がいるのでそこにこうバトンをつないでいくという意味で、母親とか父親とか、まあ、あるいはこう親戚に話を聞いたりし始めたんですよね。まあ、それによっていろんなことを知ることができたなというふうに思います。なので、こう、まあ、いろいろこう知ってはいるけど、もっともっとこう知りたいなとか、まあ、生い立ちの部分は意外と知らないなとか、多分あったりすると思うんですよね。まあ、そういった方はですね、何かのきっかけに聞いてみてはいかがでしょうか。まあ、仮にすでに亡くなっていたとしても、こうどんな場所で育ったのか、どんな学校で育ったのか、どんな人生を生きたのか、まあ、こういったところは、写真とか手紙、あるいはこう共通のこう知ってる人とかからこう、まあ、想像できたりとか聞くことができるかもしれません。
特に私の父方の祖父については、その父方の祖父母宅はもうすでに解体されてしまって、遺品とかもほとんど残っていないので、その父から聞くしか手段としてはないんですよね。なので、まあ父から聞いた情報をこう今日はお話というか、まあ部分的に話したようなイメージですね。で、まあこうやってなんか人を話すことにもすごくこう私自身は価値を感じましたので、なんかこう自分の中で留めずにこう誰かに吐き出したい、喋りたいとか、まあそういうお気持ちがある方はですね、ぜひお便りなんかでお送りいただけたら、私の方でこうしっかり受け止めさせていただきますので、お気軽にですね、私の方にでもお送りいただけたら嬉しいなと思います。ということで、今回の内容が面白かったってあるかな、ちょっとわかんないですし、学びになったっていうのもあるのかちょっとわからないですけど、なんかこう興味惹かれたなとか、何か背中を押されたなという方はですね、各種配信サービスでフォローボタンクリックいただけたら嬉しいです。オーディブル、アップルポッドキャスト、スポティファイですと評価ボタンがあります。こちらもクリックするだけなので、ぜひよろしくお願いします。でさらにご協力いただける方は、各種配信サービスでレビューを書いていただけると非常に励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。なんかたまにアップルポッドキャストのレビューとか増えてないかなって見に行ったりしているので、まあ一人二人ぐらいこう増えるとより嬉しいなと思います。今なんか2件ぐらいだけあるかなっていう感じがするので、評価プラスでこうレビューを書いていただけたら嬉しいです。あとお便りなんかも概要欄からお送りいただけるので、ぜひぜひお気軽にお送りください。ということで、今朝とか日中に聞いてくださっている方は良い一日をお過ごしください。今夜寝る前に聞いてくださっている方は素敵な夜を過ごしください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。